原田大二郎さんといえば、70年代を代表する大ヒットドラマ、水森康介や G メン75が思い出されます。うるさいおじさんキャラで、バラエティ番組でも大人気でしたが、現在はどうされているのか、気になったので調べてみることに。本名、原田大二郎。1944年4月5日生まれの現在78歳。身長が179センチで、血液型は O 型。横山生まれの山口県育ち。明治大学法学部を卒業。文学座出身。はっきりとした理由はわかりませんが、原田さんは2歳の時、叔父の養子となっていて、ひょんなことから姉がいることが判明。2013年に元 AKB48 の女優の岩田花恋さんが、原田さんが叔父であることを明かしたことで判明しました。実は、原田さんのお姉さんのお孫さんになるそうです。しかし、それ以外のことはわかりませんでした。実の親の元を幼くして離れた原田さん。なぜ、役者の道を選んだのでしょうか。大学時代に英語部に所属していた原田さん。ある時、同じ部員から、英語劇コンテストに出てほしいと頼まれて、一旦断った原田さんですが、オーディションに落ちるのが怖いんだろう、と言われたことが尺に触って、オーディションを受けたところ、見事合格して、結局、英語劇コンテストのメディアに、主人公の役で出演することになったのですが、思ったより演じることが気持ちよくて、舞台の終わりに先輩が泣いているのを見て、芝居は人を感動させるんだと気づいて、生涯をかけてやってみようと思ったそうです。大学卒業後、劇団文学座に入り、演技の基礎を叩き込まれると、その後の役者人生を左右する大きな転機となる作品にオファーがかかったのです。3作目の映画、裸の19歳で主役デビューすると、モスクワ国際映画祭の金賞を受賞して、原田さんもエランドール新人賞や、70年度映画制作者協会新人賞を受賞。そして、デビューからわずか5年にして、ドラマ、水森康介や G メン75で、大ブレイクを果たした原田さん。水森康介では、奥様は18歳や、パパと呼ばないでで絶好調だった石立さんに対して、フルスロットルの演技でぶつかっていた姿が印象的でした。この時すでに30歳だった原田さん。翌1975年、伝説のドラマ G メン75の関谷一郎警部補役で大ブレイクを果たすことに。実は原田さんを推薦したのは、あの丹波哲郎さんだったのは有名です。しかし、自ら降板する事態となります。いろいろと噂されたその真相とは、ノイローゼ気味になるほどの撮影環境だったそうです。とにかく、ドラマでは、四六時中、走っていた原田さん。主役の時だけでなく、脇に回る時まで走らされて、結局、太ももが腱鞘炎になったほど、ついに船の撮影でタッチに落ちて、膝の皿にひびが入り、あばらが折れ、3日間休んだこともあったそうです。医者からも心配されるほどだった。そんなある日、プロデューサーから、大二郎、疲れてるなと言われた原田さんは、誰が疲れさせているんだとぶち切れ、すぐに監督に電話して降板を申し出たのだとか。当時の撮影は、とにかく拘束時間が長くて、睡眠時間もほとんどなかったそうですから、無理もありませんね。以後は、レギュラー作品は減りましたが、たくさんの作品で活躍されています。また、深作欣二監督の大ヒット映画、蒲田行進曲で、風間杜夫さんの演じる銀ちゃんと張り合う、花形スターの立花の役で存在感を示した原田さんですが、役者としての活躍だけではなく、80年代には人気バラエティ番組の天才たけしの元気が出るテレビで、甲府配達人として出演して、その気さくだけど、
とにかくうるさいおじさんキャラで、お茶の間の人気者となって再ブレイク。以降、バラエティや司会でも活躍しています。原田さんには、同い年の奥さんがいて、奥さんは紀佐子さんという一般女性で、同じ明治大学のサークルのメンバーだったそうです。実は、奥さんは原田さんが初めて演じた、英語劇コンテスト作品のメディアで、原田さんの妻のメディア役を演じていて、稽古の時、猫背だったために、先輩にモップの絵を T シャツの背に刺されて、泣きながらもお芝居をする奥さんの姿に、キュンとした原田さんは、この人を俺の嫁さんにするぞ。この意地っ張りの血を将来の俺の子供に取り込もう。そう決心したと明かされています。結果、原田さんの明治大学が優勝し、奥さんは最優秀俳優賞を獲得したそうです。ここぞとばかり交際を申し込んだ原田さんですが、タイプではないからと、あっさり断られてしまいます。その理由はどうやら、お芝居で、原田さんが奥さんを裏切る役だったことで、そのイメージがかぶってしまって、受け入れられなかったらしいのです。しかし、根っから熱い原田さん。そんなことでくじけるわけがなく、毎日手紙を書いて渡したり、奥さんの時間割を調べて、同じ授業を受けたりと、猛アプローチ。そんな原田さんに奇跡が起きます。奥さんの実家を訪ねたところ、母親に気に入られたばかりでなく、お姉さんにまで気に入られて、最大の味方をつけて結婚に至った原田さん。ところが、その奥さんは、ただ者ではなかったのです。大学院を修了後、高校教師になる予定でしたが、その高校から断られてしまった時、原田さんからのアドバイスで、東洋女子短期大学の学長に手紙を書き、直接助手として雇ってもらうことになります。そして、同大学英文科の講師となって、最終的に、東洋学園大学の5代目学長を務められています。ところで、原田さんと奥さんとの間には、虎太郎さんという息子さんが生まれているのですが、実は、虎太郎さんは、出産時の事故と、幼い頃に患ったヒルシュスプルング病の後遺症で、発育が遅れる障害に見舞われます。生まれつきで、腸の神経節細胞が働かずに、便秘、腸閉塞症状をきたす恐ろしい病気で、それが原因で、小学校から高校を通して、陰湿ないじめにあって、高校では、あと1ヶ月で卒業という時に、不登校となってしまいます。しかし、原田さんは、自分の子供には、普通の教育を受けさせたいばかりに、無理に学校に行かせてしまったそうです。それが息子さんとの間に、20年にも及ぶ深い溝を作ることに、1997年頃の感動エクスプレスという番組で、原田さんと息子さん2人でベトナムを旅した時に、息子さんが当時のことを、お父さんは、僕がいじめられていたのを知らないでしょ？僕は本当に辛かったんだ。と原田さんに詰め寄ったことがあったそうです。その後、2014年にテレビ番組、ナイナイアンサーに出演した際、原田さんが息子さんに謝罪したのだとか。すると、息子さんもその後、この家に生まれてきてよかったと思います。と漏らしたのだそうです。ようやく雪解けとなってよかったですね。さて最近では、2001年から2010年までは、明治大学で特別招聘教授として、朗読を指導していた原田さん。2010年に突如俳優業を休業して、参議院議員選挙に出馬した原田さん。山口県選挙区で民主党公認。国民新党推薦の候補者となりますが、落選して芸能界に復帰しています。2021年には拉致問題を扱った映画、めぐみへの誓いに出演して、横田めぐみさんの父親の横田茂さんを講演しています。
テレビでの露出は減っていますが、今も元気に俳優業をされているようです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？今も変わらないキャラクターで元気な原田さん。これからも応援していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。